はい。皆様、こんにちは。うにゃでございます、えー。今回は以前質問いただいておりました、ギルドレイド、えー。最近だとどういう風に殴るのがいいのか、えー、キャラクターの編成とか、えー、装備のバランス、えー、そのあたりちょっと教えてほしいということだったので、えー、簡単にね、紹介をしていこうと思います。で、ちょっとね、殴れてないキャラクターがまだ多いから、あの紹介できるのが一部になるんだけど、えー、今回ラクレールとマンティコは、えー、紹介の方していこうと思います。で、まず、 ラクレルなんだけど物理回避力をとにかくたくさん積んでおいた方がいい部分があって。 フェイテルブーメラン。敵が投げてくるブーメランに、回復阻害の効果もかかってるし、回避をすればするほど、えっ、ー、と、ダウンまでのペースを上げることができるようになるから、この S2 の、えっ、ー、と、ネイラのね、S2 の風読み、これが今常時発動できるようになってるんで、えー、そのあたりをつけておくっていうのと、これ、クリダめが上がるってやつ多分、味方全体のクリダめが上がるもの超越だと思うので、S2、えー、の闇かなをしっかりとって、えー、攻略の方をやっていこうと思います。で、 もう一つあって、敵のバフ解除、デバフ解除、これも重要になってきます。で、シールドでね、耐久させていくっていうやり方も今はできるようになってるから、まあそのあたりもね、うまく活用したいなと思うし、メインディーラーに関しては、えっ、ー、と、リザードマンの仮面をしっかりつけておきましょう。で、正直な話、えっ、ー、と、ギルド討伐戦なんかで攻略をするんだったら、 んセレネにも多分回避積んだ方がいいと思う。私もね、あの、討伐戦関連は今はもう全然現役じゃないので、あの、わかんないんだけど、回避率自体は、パーティー全体、サポート系統なんかは昔はよく1000積んでた。うん。1000ぐらい。物理回避を1000積んで、で、メインディーラーに関しては、まあ、超越の枠で回避が取れる種族のキャラクターに関してはそれをするとかね。えー、そういうやり方が割と主流でした。 ま、今はどうなんだろうな。ごめん。俺、ちょっと現代のやり方、正しいやり方分かんないから、そのあたりコメントで補足してください。さて、えー、上に今ね、武器のマーク出てましたね。ラクレール。えー、あの武器のマーク、えー、ラクレール自身の強化になっていますので、しっかりとバフ解除しましょう。で、えっ、ー、と、このブーメランが、要は物理回避で早めにダウンが取れるよっていうものになるので、物理回避をとにかく上げて、えー、回避するっていうのが大事です。はい。で、このジャンプ攻撃に対しては、 降りてきた後、HP がね、瀕死、割合ダメージの攻撃になるので、えー、っと、しっかりとシールドで保護してあげるっていうのが大事です。で、この突進もね、シールドを使っておけば怖くない。って感じです。 まあラクレール攻略で一番重要なところは結局敵が何をしてきた時に何をするかっていうその部分をしっかりと理解しておくっていうのが大事ですさあこれ堕落の S1 が間に合わないんだけどバフ解除を今入れるね剣のマークが頭上にあるんでバフ解除を入れるでジャンプ攻撃が来たらシールドで保護するでブーメランが来てる時は回避上昇スキルマネイラの場合は S2 が常時発動だ まあ,あとはルシアスとかね。えあとは誰だったっけカーセル。主人公だね。なんかも、ま、使える。じゃあ使える。って感じです。ま、イメージこんな感じかな。これ、ギルド討伐戦の場合だと、どういう感じでやってるんだろうね。セシリア DD が昔は主流だったんだけど、今は違うんだろうか。ま、今でもセシリア DD だよな、多分な。うん。わかるなんとなく、イメージ掴んでもらったかな。ジャンプが来た、えーっと、 HP が瀕死になるでシールドで保護するで敵の頭上に剣のマーク来たバフ解除する、えー、あとはブーメラン投げてる間は回避上昇スキルを使うざっくりこんなところでさっきも言ったけどサポートに極力ね、えー、物理回避積んでおくのが無難ですはっきり言ってまあ500えー、っとね詰めてやってるところは1000ぐらいやって 昔は積んでたんだけど、まあ、個人的には500以上かな。500以上積んだ上で、えっ、ー、と、ネイラとか、えー、ルシアスとか、そういうサポート系統を入れておくっていうのが割とね、安定かなと思うんですが、まあ、いずれにせよ、あの、仮面がね、かなり強い、えー、コンテンツになるから、仮面、しっかりとディーラーは使って、えー、火力を伸ばしていく、えー。これがね、ラクレールの基本かなと思います。 こんな感じで大体やられちゃってんだよね。どうしようかなーって今、えー、悩み中。待ティーしよう。はい。じゃあ、マンティコは挑戦の方できたので、装備の紹介していきます。まずはジェーンちゃんだね。えっ、ー、と、ジェンに関しては、んと、S3 で状態異常無効効果が獲得できるんだけど、まあ、そのあたりちょっとまた、あの、敵のスキル、えっ、ー、とね、 マンティカオの尻尾がビッて光って、あの、なんか変な毒みたいなのを飛ばしてくるタイミングがあるんだけど、その時にまた、えー、紹介します。で、魔法軸ではグレモリーで、えー、攻略をしていきます。これちょっとね、映像昔に撮ったやつだから、あの、グレモリーまだ4凸の時だね。はい。で、今回シアちゃん使っていきます。MP サポート型シアでね、えー、今回運用していこうかなと思います。 ま、装備ビルドに関してはね、うーんーと、シアちゃんとかそのヒーラー系統のオプションとかが結構気になってる方が多いっていうお話だったので、 えっと、いくつかコメントもらってるので、直近でまたね、えっと、私が運用しているヒーラーの、そのオプションとか、ビルドの組み方、イメージしてるところの話なんかを、何かしらの動画でね、まとめていきたいなと思いますが、まあ、最近の英雄はね、スキルスペックが高いから、はっきり言ってそこまでオプションこだわらなくてもいいよ。もうぶっちゃけた話をする。いいと思う、私は。はい、じゃあ、えこんな感じでやっていきます。 はいというわけでマンティコア戦です、えー。ざっくり注意しとかないといけないのって多分1つ、えー、マンティコアの尻尾が緑に光った後、なんか猛毒みたいなね、えー、HP の削られ方するんだけど、えー、それのデバフ解除をしておくっていうのがすごく大事で、状態異上無効効果をかけていても、えー、消され,消されてるっていうか上書きされるのかな、なんかあの貫通貫いてくるから、えー、しっかりとこれ。 着弾を確認してからのデバフ解除っていうのが必要になります。ただ、ジェーンちゃんは今 s さんのスキルが結構ハイスペックになってて、えーっと、一応状態上無効効果はついてるんだけど、どう見てもスタック効果ついてるんだよ。スタックっていうか、え、猛毒ダメージ自体は多分入ってる。から、えーっと、状態上無効効果で解除できないはずの s さんの上から貫いてくるこの猛毒が一体何なんだっていう話なんだけど、これアイコンついてんだよね、どう見てもね。 アイコンついてる。ついて、今消えた。から、えっ、ー、と、貫通してくる。状態以上無効効果すら貫通してくるから、えー、そこちょっと注意かな。状態以上の扱いじゃないってことだよね。多分ね。スリップダメージ、ダメージ、持続ダメージの判定だからかな。これちょっと不思議だね。なんだけど、えっ、ー、と、デバフ解除をそのタイミングでしてあげるっていうのは大事なんですが、魔法編成の場合、この後見といて。ジェーンは、自分のデバフ解除スキルの S さんが、 ものすげえいいテンポで打てる。12秒のクールタイムしかないから、これにもしアスカロンの装備とかつけてたら、えー、8秒ぐらいで打てるのかな ?8 秒 ?9 秒ぐらい。で、えー、毎回毎回、ね、セルフデバフ解除を行ってくれるので、えー、魔法編成でマンティコア挑む場合は、ジェーンタンクが、まあ、正直マストのレベルだと思う。まあ、ジェーン自体の今のスペックを考えてもそうだし、アンプ量とかね、もろもろを考えても、 ま、ジェーンは今魔法編成だったらもう絶対必要かなって個人的には思うレベルです。うん。で、後に関してなんだけど、正直、あの別に視野でもいいし、えー、っと、堕落でもいいし、ラブリルでもいいし、そのあたりはね、えー、編成お好きに組んでみてください。あの、こだわってやっていくんだったら、正直、あ、どうかな。 グレモリー使うんだったら視野で MP サポートしてあげるのが一番理にかなってると思うから、俺だったらエステール抜いて堕落にするかな。いや、エステールの方が強いかな。これはちょっと検証してみないとわからないんだけど、検証できるだけの数なかなか殴れないんで、うん、なんとも言い難いな。どっちが強いだろうね。ねコメントの方でまたね、教えていただけたらと思います。はい、というわけで、ざっくりね、マンティコア戦こんな形でございました。あのー ラクレル、マンティコア、あとは、ティルファスあたりがね、割とみんな知りたいんじゃないかなと思うんだけど、えー、また、そのあたり、えー、映像の方が撮れ次第、まあ、他のね、ギルドレイドも込みで、えー、紹介の方していこうと思いますので、えー、その際はどうぞご覧いただけたらと思います。何が起きた <laughs> 今何が起きた